はい、今回はですね、司法試験に不合格だった小室圭さん、現役のですね、弁護士の方々から、落ちた人なんて見たことないぞとかですね、一応資格だけ取っておくかっていうぐらいのですね、感覚で受験しても受かるぐらいの試験だぞとかっていうふうにですね、煽られまくってますので、お話ししていきたいと思います。今回ですね、2本立てになりますけども、まず1つ目の記事はですね、関係するところだけですね、簡単にお話ししていきたいと思います。まずこちらですね、大渕愛子弁護士、小室圭さん、眞子さんとの収入格差報道に2つの違和感というのでですね、こちら日刊スポーツの記事をもとにですね、お話ししていきたいと思います。大渕氏は日本の弁護士も多く同州の司法試験を受験するが、箔付けのために一応取っておくという方がほとんどと指摘。合格率が全体 63%、初めての受験者で 78% と公表されており、日本の弁護士がニューヨーク州の司法試験を受けて落ちることはまずないと言われていましたとして、小室さんの不合格について驚きはありましたと感想を述べた。ただ当日のコンディションなどを想定し、仕方のないこと、あり得ることでもあるとおもんぱかったというのでですね、僕の動画をですね、いつもご覧いただいている方はですね、もちろんご存知かと思いますけども、記事の中ではですね、合格率が少し低めに記載されていますけども、あくまでフォーダム大学ロースクール卒業生であればですね、もう 90% 近い合格率、そんな 90% 近い合格率を誇るですね、ロースクールの小学生、学力トップ中のトップのですね、小室圭さん、不合格になるはずがないんですけども、まさかの不合格になってしまいましたと。で、大渕弁護士がですね、コメントされているようにですね、日本人の弁護士からしたらですね、ニューヨークの司法試験なんてですね、所属する弁護士事務所がですね、費用を支援してくれたりですとか、まあ、仕事の幅がですね、広がることもあるから、とりあえず受験するっていうようなですね、弁護士多いみたいなんですよね。で、弁護士事務所によってはですね、全額費用、持ってくれたりもするみたいなんですよね。で、そういう条件だったらですね、やっぱり受験しますよね。で、そんな感覚でですね、そんな感覚で受験してもですね、合格してしまうぐらいの司法試験ですと。まあ、ただだからですね、とりあえず受けようとかつってですね、受けたら受かるぐらいだと。しかもですね、落ちることまずないとかって言われてるぐらいな試験ですと。まあ、長年弁護士をやってきた人たちがですね、たまに落ちる人がいますよとかっていうことを言ってるぐらいの話ではなくって、落ちることはまずないって言ってるぐらいの相当落ちる人がいないような試験だったっていうことですよね。はい。で、大渕弁護士以外にもですね、他のですね、現役弁護士もですね、落ちた人なんて周りで見たことないぞっていうようにですね、言われているようですので、もう一つの記事読んでいきたいと思いますね。もう一つの記事こちらですね。小室圭さんのニューヨーク州司法試験の落第に、現役弁護士、自分の周りでは見たことがないっていうのでですね、こちら週刊女性の記事をもとにですね、お話ししていきたいと思います。K 小室の文字はどこにもなく、先月29日、ニューヨーク州司法試験の合格者が発表されたが、眞子さまの夫となった小室圭さんの名前はそこにはなかった。司法試験の発表前は、ニューヨーク州弁護士の平均年収は2000万以上が期待できるということで、試験に合格し弁護士となり、この高収入で眞子さまを支えていくと報道されていましたが、というのでですね。まあ日本中がですね、ずっこけましたよね、これ。結局ですね、まあ、2000万円、年収2000万円だとかって言われてましたけども、2回目ももう不合格になるんじゃないかって話になって、もう2000万円どころかですね、無職、年収ゼロの可能性まで出てきましたよね。もうさよなら逆転満塁ホームランみたいな感じですよね。まあ、打った方じゃなくて打たれた方ですけどね。はい。まあ、もともと大差で負けてたのかもしれないですけどね。はい。で、物価の高さもあるが、2000万円以上という高収入を得られ、さらには世界的な大都市であるニューヨークを地盤にしているということもあり、なんだかすごいと思われがちなニューヨーク州司法試験。しかし都内の法律事務所の代表弁護士 A さんは、弁護士を志し、日本の司法試験に合格。司法修習生を経て、弁護士となった家庭の節々で、ニューヨーク州弁護士司法試験に触れる機会があった。彼は小室さんの不合格に様々な思いを馳せる。所属している法律事務所が留学資金を全額出してくれたりするから、日本の弁護士がアメリカに渡り、ニューヨーク州弁護士試験を受ける人は少なくないですねっていうのでですね。まあ、実際にですね、小室圭さんのですね、合否を確認するときにですね、僕も合格者一覧をですね、ざーっと見たんですけども、結構ですね、日本人の名前も何人かいらっしゃったんですよね。
はい。だから、結構日本人も受けてるんだろうなという印象を持ってましたね。はい。そして、その少なくないニューヨーク州弁護士の受験者たちは、これまで十数年、司法修習生時代を含めれば、もっと長い期間ですが、自分の周りでニューヨーク州の司法試験を落ちた人は、正直これまで見たことないですねっていうのでですね。まあ、やっぱりそうなんですよね。こちらの弁護士の方もですね、落ちた人 見たことないと もう激レア君ですよっていう形ですよね。こうやってですね、弁護士、現役の弁護士がですね、続々とですね、そんなやつ、落ちるやつなんて見たことないぞっていうふうにですね、コメントし出すんですよね。はい。で、ニューヨーク州なら受かるはずだがっていうのでですね、今回のニューヨーク州の司法試験は7月にオンライン形式で行われた。発表によれば受験者数は9227人、全体の合格率は 63%、 初めて受験した人の合格率は 78% だった。もちろん小室さんは現役店で日本の司法試験に合格していたわけではないので、日本で弁護士として活動していた人がニューヨーク州司法試験を受ける状況とは異なるっていうのでですね、まあ、そりゃそうですけども、まあ、現役の弁護士の方と比べると、でも試験対策っていう意味ではですね、勉強時間、圧倒的に小室圭さんの方がですね、勉強時間ありましたよね。はい。だから試験対策は圧倒的小室圭さんの方ができましたと。はい。で、しかし、日本の司法試験の現場も知る前室の代表弁護士 A さんは、その部分についても、日本の司法試験に落ちて、ニューヨーク州の司法試験を受ける人も割といますよ、というよりも、弁護士の予備校がニューヨーク州を進めるケースも聞きますから。実際に私が通っていた学校でも、学校側からニューヨーク州なら受かると思うからって勧められた人は何人も見ていますっていうのでですね。まあ、ニューヨークのですね、司法試験はですね、ハードルが低いので、まあ、日本でですね、司法試験に受かりそうにない人はですね、とりあえずもうニューヨークにでも行っとけって、まあ、勧められるってことですよね。まあ、人に勧められたわけじゃないんですけども、まあ、まこさんの命令でですね、ニューヨーク州の司法試験を受けたわけなんですけども、全然ダメでしたと。日本の弁護士の司法試験よりもですね、全然レベルが低い、落ちた人も全然いないと、全然効かないぞと、そういう試験にですね、受けたにもかかわらず落ちてしまいましたっていうところですよね。はい。で、もちろん日本人がアメリカの試験を受けるわけですから、言葉の壁はあると思います。しかし、数年向こうで仕事をしていたのなら、その点はないと言っていいんじゃないかと思います。そもそもアメリカで法律関係の仕事についていたわけですから、言葉ができなければ仕事にならないはずですから、というのでですね。まあ、自称ですね、電通アメリカで働いていたらしいですからね。まあ、電通からはですね、知らんぞって言われてますけども、まあ、大学時代にもですね、海外でですね、生活した経験があってですね、で、ロースクールもですね、ずっと英語で通われてるわけですよね。で、実際に嘘でなければですけども、まあ、卒業もできてるわけじゃないですか。嘘でなければですよ。で、この卒業が、まあ、怪しいと言われてますけども、まあ、無事にですね、留年もしないで、普通に卒業をしてですね、卒業生の 90% 近くが合格できていて、さらにフォーダム大学ロースクールの同級生と比べて優秀すぎて、小学生にもなってですね、もう落ちる要素なさすぎるんですよね。日本のですね、弁護士界隈からこうやってですね、煽られてしまうっていうのもですね、まあ仕方のないことじゃないかなというふうに思ってしまいますよね。はい。で、こういったですね、日本人の弁護士からもですね、こんな落ちたやつ見たことないぞと、聞いたことないぞと、いうふうに言われている小室圭さん、煽られている小室圭さんですけども、皆さんですね、こういった弁護士の方、現役の日本の弁護士の方のコメントを見てですね、皆さん、どのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もですね、こういった面白いニュースあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、Twitter と Instagram もやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。